皆さん、こんにちは。下請け駆け込みなら相談員やっております、中村と申します。まず下請け駆け込み寺のですね、簡単なちょっと紹介をさせていただければと思います。下請け駆け込み寺というのは、中期庁の委託で約17年前にですね、設立した公益財団法人中小企業振興機関協会の中の一部門として、開設されました。で、相談員は全国で55名、います。そこのエリア内で、相談電話をかけると、そこの相談員につながるような形になっています。北海道は私一人でやっております。で、また本部の方ではですね、全国の、支援センターさんと連携して、取引の斡旋ですとか、設備対応業務、各種のセミナーなどですね、行事を行っております。で、利用できる制度についてなんですけども、今、皆さんお配りしているそのチラシは、一番表面ですね、こちらに関しては、そこの返品禁止だとか、あるいは受領拒否だとか、すべて下請け代金法の禁止事項がそこに記載されています。で、裏面ですね、裏面。利用できる制度についてなんですが、調停による紛争手続き、ADR ということで、これを無料で利用できるということになります。ただ、この調停ですので、相手が拒否をした場合は、その時点で終了というふうになります。また、弁護士さん、私は弁護士ではございませんので、弁護士さんによる1時間のですね、約1時間ですけども、無料相談を受けられるというふうな利用。利用というのがですね、できます。で、たまにですけども、私、相談員に対して、企業間の間に入って、相手方へ連絡して調整してほしいとか、利害調整するっていうふうな依頼がありますけども、私自身はそういう権限とか、調整する権限はございませんので、助言とかアドバイス、選択肢をご提案させていただいて、最終的には相談者の判断という形にはなります。チラシの方は以上でございます。それで皆様の方にですね、事例集ということで、今日はこのような下請け駆け込み寺活用事例集で、こちらは私どもの方のホームページに掲載されている令和4年度分のですね、ものです。で、こちらは今日使いません。時間も限られておりますので、こちらは皆さんお持ち帰っていただいて、こういう事例がひょっとしたらうちに当てはまるんじゃないかっていうようなものがあればですね、ぜひ参考にしていただければと思います。その、内容については、これ令和4年ですが、過去4、5年分載っておりますので、もし参考にしていただければと思います。で、駆け込み寺のですね、全国の、相談件数約1万1000件以上あります。そのうち、200件弱が、北海道になりますけども、未払いとか減額の相談が3割、あります。また、個人事業者、これは北海道の場合ですが、個人事業者の相談が6割以上になっています。特に個人事業者に関しては、建設関係、軽貨物のドライバーさん、最近ではフードデリバリーのですね、配達員さんなんかの相談も来ております。名前が下請け駆け込みっていうふうな形なもんですから、下請け代金法の適用となる相談が多いのかと思いきや、非常に少ないのが現状です。やはり、下請け代金法というのは、ご存知かと思いますが、資本金区分と取引内容によって決まりますけども、やはり親事業者さんの資本金区分によってですね、非常に下請け取引代金法にの対象となる取引が非常に少ないのが現状です。はい、で、時間もありますので、相談事例に移らさせていただきます。で、先ほど言ったこちらの方は全国的な相談事例の内容となりますが、今回は北海道で実際に相談があった事例を口頭でお話しさせていただければと思います。まずケース1。印刷関連の親事業者から問い合わせということですね。で、こちらの、印刷業者さんの方からは、店舗の売り出しや広告に載せるイラストや絵を
個人事業者のイラストレーターに依頼した場合は、下請けの対象かという依頼でございました。で、問い合わせなんですが、製造委託は、あるいは情報成果物なんかの設計図とか、あるいは製造委託のプライベート商品というのは、汎用性のあるものではありませんので、下請けの対象となる可能性があるんですけども、今回のような絵画、あるいはイラストとか絵ですね、依頼した、例えばその論文、漫画もそうなんですけども、親事業者が書き足したりと、これを書き足してくださいとか、エピソードの追加、これをしてくださいというような話になれば、それは下請けの対象となる可能性があります。で、なおかつ、店舗の売り出しということで、店舗の名前とか特殊なものを入れれば、それも対象になる可能性があります。ここで注意していただきたいのは、あくまでも下請け法の対象かどうか、法的な解釈、または最終的な判断というのは、公正取引委員会が行うことになっています。ですから、私どももはそういう可能性が強いですよ、可能性がありますということを申し上げております。で、続きまして、ケース2、これは大手の量販店から商品の配送を依頼されている運送会社さん。どうもこの資本金の区分からですね、物流特殊指定という独占禁止法のですね、の取引に当たる。で、数年前から運送価格、まあ、要するに単価ですね、交渉をなかなか応じてもらえてないと。で、相手先の依存度が100%ということらしいです。で、依存度100%、まあ、ここのリスクヘッジに関しては、相談者自身が行うという形になりますけども、協議することなく一方的な価格据え置きというのは、物流特殊指定の買い叩きに該当します。で、また相手先の依存度から独占禁止法で言われている優越的な地位の乱用という可能性もあるということですね。まあ、それらを踏まえた交渉が必要ではないかという話をさせていただいています。で、本来であればですね、先ほど原価計算を含めたですね、よろずさんの方にですね、相談が望ましいんでしょうけども、まだこれは相当前の話でしたので、今度はよろずさんの方にもご紹介させていただければと思います。で、また、国交省の方ですね、荷主勧告制度っていうの制度もございますので、これも今回大手量販店は荷主になりますのでね、過積載だとか、あるいは待機時間なんかで、まあ、社名の公表があるっていう話もさせていただいてます。続きまして、ケース3。これは同じ運送会社の取引、運送関係の取引ですけども、下請けの対象、下請け対法の対象外という形になりますけども、契約書を何度も要求しているけども、口約束のまま軽貨物運送を引き受けていると。相談者の承諾もなく、勝手に報酬の単価計算方法を変更して減額された、また過積載の強要などもあると、今後というか、まあ、今、これから弁護士に相談する予定でもあるという話でした。で、他の仕事まで断って、今回この仕事、まあ、もちろんその契約書を何度も要求、口約束のまま、まあ、契約事由の原則から口約束も成立、まあ、お互いの、ね、合意があれば、契約は成立するんでしょうけども、先ほども言ってましたけども、証拠、根拠となるものがないという話ですね。で、まあ、弁護士に相談するんであれば、仮に、本来、相手と違うところと取引をする予定であったという話もありましたので、いわゆるその逸失利益だとか損害賠償についてもお話はあってはどうですかという話ですね。で、全国のトラック協会のホームページにもですね、掲載されてますけども、政府から各団体へのですね、サプライチェーン全体で価格分担などを要請している文書がありますので、またそういったものも利用されてはという話をさせていただきます。それと同じ、今回はこれは特に運送関係ですけども、個人事業者、特に若い人ですけども、アルバイト感覚で軽貨物のドライバーの委託契約を交わした。宅配の仕事をしていたけども、仕事がきつくて大変なため、1週間で辞めることにした。相手から違約金または賠償金の請求を受けている。で、契約書を取り交わしているんですが、本人は完全にアルバイト感覚、サインも捺印もしたと。
どうも契約書に最低3ヶ月経過しなければ契約解除できないとかですね、契約解除する場合、1ヶ月前までに申し出をすると、よく記載されている内容ですけども、で、まあ、お互い合意した契約であれば、契約書がいわゆるその拘束力を持ちますので、相談者の契約違反になるんではないかという、相手方とは、まあ、よく話し合って妥協点を探すということになると思います。続きまして、ケース5の場合、これはちょっと内容、どこに相談したらいいんだという話で問い合わせが来ました。大手のオンラインモールに出店している相談者、要するにオンラインモールにいくつかの出店、同じ業種ですから、当然、出店の中の一部ということで、店舗の名前は出るんですけども、その一部の店舗がですね、明らかに中古品を販売している、購入者からも新品を購入したのに中古品のようだというコメントもあったということでございます。もういわゆるその相談者も店舗を表示されている以上、一部の業者と思われる可能性があり、モール側に抗議したが受けてもらえなかったというような内容です。で、実は、こちらは、アマゾンとかですね、楽天、ヤフーショッピング、その3カ所のショッピングモールに出店している企業さんは、デジタルプラットフォーム相談窓口っていう相談、無料で受けれる相談窓口があります。これはいわゆるデジタルプラットフォーム取引透明化法案というのが数年前に、できましたので、要はそれに基づいてですね、そういうモールに出店している業者さんは、そこに相談してくださいっていうような、これは経済産業省がやっておりますけども、まあ、法令専門家の弁護士が対応してくれてますので、非常に相談内容といいますかね、知らなければ、いや、逆に知っておいた方が、まあ、いいのかなというと。あと、時間もそろそろなくなってきましたので、皆様に、こちら、対象外、相談外のですね、相談として、相談対象外の相談として、まあ、注意してほしい相談事例というのをいくつかご用意してきました。まず1点、コンサル会社からの助成金サポートして100万円以上の契約をした。パソコンのホームページ作成業者と契約し、トラブルになっている。ウェブによる無料求人広告。2、3週間は無料だけども、その後、数十万円の請求が届いたというような内容。で、企業間の取引ですから、当然、クーリングオフはなかなかできないということで、非常にどこに相談していたらいいのかという話で、問い合わせが非常に多い。特にウェブによる求人申し込みっていうのは、全国的に多い。人手不足を背景にですね、3週間無料ですと。その後、有料の時は連絡しますから、そのまま連絡が来ずに40万円の請求が来たとかですね。で、これはハローワークさんの方でもですね、こういったような注意喚起のトラブルに関して、注意喚起をしてます、トラブル。で、ここにちょっと書いてあるのが、最近電話で当社のサイトに広告を掲載しませんかとの求人広告ですね。契約したところ、無料掲載期間後に自動で有料へ移行し、多額の広告料を請求される。そういった事案。ですから、求人広告をインターネット等に掲載依頼する際には、事前に広告料や掲載期間、無料掲載期間終了後の料金、解約方法を確認した上で契約を行ってくださいという内容になっております。また、この事例に関しては、4年前の北海道新聞、求人サイト無料ではないですか、でも移行後に説明なく高額請求という新聞でもですね、取り上げられた事例。よくこちらに電話がかかってくる業種さんは様々です。介護センターの介護士さん、保育園の保育士さん、歯科医院さんから、あるいは診療所さんから飲食店、まあ、歯科医院さんは、歯科助手の採用、看護師の採用、特に保育園さんの園長さんは半分ですね、泣きながらですね、電話がかかってきたのを覚えております。まあ、ぜひこういう注意喚起、中には悪質な契約先も、あるいはその広告サイトもありますので、ね、注意いただければなと思います。
私の方から以上です。ありがとうございました。